し、本阿弥さやかにインタビューだ。よかった、今の水切れ最高でしたわ。ありがとう、お嬢様ベストコンディションね。そう、あの乗馬国体優勝、テニス日本オープン優勝、射撃に、それに水泳に、高飛び込みと、スポーツ万能なあなたがどうしてソウルオリンピックの出場権辞退したんですか？取材はそこまで、お嬢様には次のスケジュールがありますので。本阿弥さやかさん、あなたが次に狙うスポーツは一体何ですか？優勝、メダル、そんなもの何の意味もありません。問題は私がどれだけ熱くなれるか。でもそんなスポーツどこにもありませんわ。連日熱戦の続くソウルジャンチュン体育館です。これから男子柔道65キロ級の3位決定戦が始まろうとしております。タクリオ、誰か誰か捕まえて。タクリオ、誰か捕まえて。行こう。もし僕の目に狂いがなければ、あの子は日本の、いや世界のスポーツ界をひっくり返すことになる。全く気合が入っとらん。だっておじいちゃん。黙れ。こんなチャラチャラした男にうつつを抜かしておるから稽古に身が入らんのじゃ。錦森様、私は今ダージリンティーにミルクをたっぷり入れたお茶を飲みながらこの手紙を書いています。やだ、また私の部屋に勝手に入ったのね。いくらおじいちゃんでもやっていいことと悪いことがあるわ。だったらこれは一体何だ？少女ひったくり犯を巴投げ。何これ。あれほど対外試合を禁じておいたのに、お前ってやつは。対外試合じゃないわ、私はただひったくり犯を。黙らっしゃい。新聞社にお前の存在を嗅ぎつけられた以上、そろそろデビューを考えんとな。デビュー？お前はこのわしが密かに育てた柔道の天才じゃ。しかしいかんせん実践というものをまだ知らん。そんなの知らなくて結構です。知らなくてどうする。衝撃的デビュー、
来るべきバルセロナオリンピックで金メダル、そして目指すは国民栄誉賞。まあなんという完璧なプラン。やがらよ、安心せい。マネージメントはこの次五郎が引き受けた。さあ稽古じゃ。勝手に引き受けないでよ。そんなことしたら私の青春はどうなるの。愛と感動に満ちた嵐のような青春じゃ。冗談じゃないわよ。男じゃあるまいし、投げたり投げられたり、こんな汗臭いの着て、ああかっこ悪い。私は普通の女の子でいたいの。恋をしたりおしゃれをしたり青春がしたいの。お茶目なやつよ。石森さん、こらー、石森さん、今日やめとく。いやわら、何度も何度も書き直したんでしょ。そうだよ、ねえ。だってどうしてマシがすくんじゃん。マシだめ、ほら行けよ。競争率激しいんだから積極的に行かなきゃ。そうだ、せーの。何、どうしたの。早く、これ早く。ダメじゃない、早く早く行きなさい。こらー、お前ら。超越的指導。キャプテン即刻組だ。貴様らそれでも伝統ある武蔵山柔道部の部員か。系がなんだ。男は中身で勝負だ。女は時計。猪熊やわら。大丈夫ですか。お怪我は。錦森さん、これ。うわ。じいちゃんが柔道ばっかりやらせるからもう。柔道部へ迎え入れたい。柔道？あたしそんなのできません。待っていてくれ猪熊。我が柔道部は来週巌流寺高校と練習試合をする。ところが部員が一人足りないんだ。キャプテンが今日3人クビにしちゃったんです。入部してくれ猪熊。この通りだ猪熊。猪熊って気安く呼ばないでください。この名字気に入ってないんだから。入部してくれ猪熊。それほど試合に勝ちたいか。どうじゃな、ここは一つわしに任してみんか。あなたは通りすがりの柔道家じゃ。
大丈夫ですか？猪熊本当に来るんでしょうね。大丈夫じゃ、わしに秘策がある。秘策って、ハチ公前に3時だったよね。大丈夫大丈夫、じゃあその時ね。はい、猪熊です。え、おじいちゃんが？じいちゃん、倒れたんじゃなかったの？来たぞ、勝利の女神が。お待たせした。やっと部員が揃った。馬鹿にするな。女と柔道の試合をさせる気か。柔道？試合？待ってくれ、待ってくれ、猪熊。猪熊、お前を大将に据える。勝ち抜き戦だから、副将の俺が勝ち続けて、お前には絶対に回さん。お前はただじっと座って試合を見てるだけでいい。どうして私が柔道するの？私柔道なんかできないもん。山田さん、あ、これ私の。猪熊、すまん。部員が足りないんだ。戦わずして負けたとあって、伝統ある武蔵山柔道部の名が地に落ちる。頼む、この通りだ。やだ、何すんのよ。ねえ花園くん、本当に座ってるだけでいいのね？そうだ。T シャツ着てないもん。おじいちゃん絶対許さないから。しまえ、いただきます。いや、わしまえ。ごちそうさま。ごめんください。ねえ、わかった。わおー、は、一本、それまで。勝ったー。胴上げだー。胴上げをしてはならん。皆の衆もそろそろお気づきのことと思うが、この娘はわしの孫じゃ。全日本柔道選手権に5連覇した猪熊治五郎が日夜英才教育を施した柔道の天才じゃ。猪熊治五郎。はあ。諸君、今日のことは内密だぞ。内密。はあ。やら、帰るぞ。もうバーゲンに間に合わないじゃない。
今年こそ矢原がセンセーショナルなデビューを飾れますように。今年こそいっぱいおしゃれして恋もして普通の女の子ができますように。今年こそ矢原が良きライバルを得て柔道の極意を掴みますように。今年こそいっぱい素敵な人と出会えますように。どうしたんでございましょう。切り裂き魔か何かでございましょう。皆さんお鈍いから。大丈夫ですか？着替えをしておりましたの。お待たせいたしました。すごい、さやかさんって自分専用の船まで持ってるんだ。あのキャビンクルーザーはエジンバラで行われた乗馬の世界選手権で優勝した時、ご褒美にお父様から。乗馬、テニス、水泳、射撃、本阿弥さやか。するとこれは全部お嬢様が受けられたものかな。はい、どれもこれもまあ子供の遊びじゃな。子供の遊び？この中に柔道のトロフィーがない。おじいちゃん、柔道なんてむさ苦しい野蛮な雑巾ダンスのようなものですわ。この程度で慢心していらっしゃるとは哀れなもんじゃ。お嬢様に向かって何ということ。お言葉が過ぎますぞご老人。何を知らんで。そのご老人でもまだまだ若い者に勝てる、それが柔道というもんじゃ。おじいちゃん、いい加減にしてよ。それほどおっしゃるなら徳永、お相手を呼んで差し上げなさい。鎌田、鎌田。お父様。さあどっからでもかかってきなさい。はい、ダーン。いや、見たかお嬢さん、この子は柔らはわしより強い。お前さんはこの子に勝てるかな。私強くなんかありません。おじいちゃん帰ろう。ご迷惑おかけしました。お父様、私悔しい。おじいちゃん、どうしてあんなバカなことするの。神様のお引き合わせじゃ。あのお嬢様はお前の生涯のライバルになる。放棄する。アベイラブル。はじめまして、猪熊やらさん。僕、日刊エブリスポーツの松田耕作って言います。日刊、ほら、巴投げのシーンをスクープしたあれ僕なんです。君の存在をどこよりも早く注目しているジャーナリストがこの僕なんだけど。 Undated false charge。 ね、なんでかな、なんで君ほどの力を持ってながら柔道界にデビューしないの。 I'm
can't cry out. 一言でいいからさ、ね、答えてくれよ。ね、答えてよ、お願い。お願いだよ、ね。頼む。ね。You are no chicken. 何？何チキンって？ちょっと何よ。今取材中なんだよ。ちょっと日本語で言ってよ、そんなこと言うな。君だってもうひよっこじゃないだろってこと。その人のこととなると全く自分を失うようですね。僕も一度会ってみたいな、その猪熊やらって子に。あ、こりゃ何をぼーっとしとる。お前また恋をしてるのか。バカもん、恋とか愛とかで柔道のメッカ西海大学の推薦は受けられんのじゃ。西海大学、今日雄天寺監督に会って決めてきた。そんな大事なこと勝手に決めないでよ。私は三葉女子大の家政科を受験するんだから。実は聞かんのじゃ。柔道部は柔道部もなければ道場もありません。そんな大学は大学じゃない。私は女子大生活をエンジョイするんです。そうはさせん。新聞記者。ついに取った。猪熊やらの正体見たり、元全日本選手権優勝のあの風祭慎之助を腕ひしぎ十字固め。明日の新聞をお楽しみに。いや、嘘。これが猪熊やわらだ。すげえな。何それ。猪熊、お前すごいな。ねえねえ、いっぺん僕は投げてみてちょうだい。新聞出てるじゃん。これお前だろ。ねえ、投げてよ。いいじゃん、これ。投げろよ、だから。天才中道って言われたもんね。見せたよ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 。中道だよ。中道投げろ。投げろ。いい加減にしたいか。貴様ら寄ってたかってか弱いのか。やわらちゃん、さ、花園くん、どうもありがとう。何かあったらまた俺を呼んでくれ。君のためならいつでもどこでも。挑戦を受けますか。どうなんですか。何のことですか。私が柔道に進出したのは猪熊やわらと戦うため。いいえ、失礼、猪熊やわらに勝つためです。冗談じゃないわ。
私そんなこと知りません。俺のことなど構わず言ってくれ。あ、ヤオレさん。帰るとこなくなっちゃったな。よし、一緒に行こう。先天的に片付けの苦手なんだ。うちのおじいちゃんと一緒だ。この人誰ですか？巨人の映画知らないの？知らない。珍しい。あ、この人知ってる。山下選手。そう。ああ。あ。いや。みんなスーパースターさ。僕その人たちに憧れてね、スポーツやったんだけど、結局何もものにならなくてね。それで自分の代わりに夢を作ってくれる人を求めて新聞記者になったってわけだ。私に何か作らせてください、今日のお礼に。本当？いや、それ光栄だな。とあれ、なんかどうなってたかな。あ、いけねえ。わあ、きれい。季節外れのクリスマスもいいものね。うちやらないんだ、おじいちゃんいるから。さあ、次は食事の準備と。柔道の天才だけど料理も天才だな。驚いたな、うん、危ないよ。電話借りてもいいかな。おじいちゃん心配してると思うから。いいよ。どうした？おじいちゃん出ないの？どうしたんだろう。こんな時間におじいちゃんいないなんて。
私がここへ来るまでには多くの真剣勝負をしてきました。ですから人を見る目は持っているつもりです。あなたは柔道家としても教育者としても一流だ。あなたがお育てになった柔らさんを見てそう思いました。私は私の信念でさやかさんを指導してますが、まあ私と先生がコーチとなればさやかさんは鬼に金棒です。さやかは自由に育ててきました。恵まれすぎるというのは不幸なことです。ところが柔道を始めてからのさやかの目の輝きが今までとはまるで違う。地五郎先生、どうかさやかを柔道家として一流に育てていただけませんか。大網さん、柔らとあんたのお嬢様とは育ち方がまるで違う。柔らは物心をついた時からわしが教えた柔道の天才じゃ。着いた時にはもう柔道着を着てたの。一つだけ聞いていい？君のご両親は？顔を下げないで。引き手が足んないぞ。一つずつきちっと。よし、ここまで。父、猪熊小次郎は私が7歳の頃家を出ました。その理由は知りません。父はもう日本を捨ててヨーロッパにという噂も。母は父の行方を探してめったに家に帰ってきません。だから私いつもおじいちゃんと一緒なの。流れ星の
やわら、お前稽古せんと学校へ行くつもりか。おじいちゃん許さん。今すぐ道着に着替えてこい。おじいちゃん、やわらさんは来ないんだよ今日は。でも来ないっすか、ね、だからもう帰ってよ。やわらちゃんはどこなんだよ。やわらさんは今日来ないんだよ。そう、進路指導で。やわらちゃんがいないんだったら俺帰るわ。あんたら雑魚とあったってしょうがないもんな。じゃあな。ちょっと待てよ。なんで先輩に対してその口ぶっ方は。新鮮な道場の土足で気安く肩に触るんじゃねえ。おら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 おたくらこれで本当にやわらちゃんと稽古してんの。はい。おい開けろ。おい、なんだこの騒ぎは。キャプテンどうしたんですか。その足、キャプテン。名誉の骨折だ。名誉の骨折。あいた。あおっ。猫がトラックにひかれそうになったんで。そんなことよりお前らこの一年坊主にやられたのか。花園くん、大丈夫？大丈夫？花園くん、この野郎。ダメよ、寝てなきゃ。花園くん、無理しちゃダメ。始めた。やっ。俺一年 C 組の須藤、やわらちゃんの大ファンなんだ。ねえ、ここにサインしてくれない？あいつに柔道部メタメタにされたんです。バイバイ。もう絶対頭に来てるんだから。私やわら、何書いてるの？果たし状。果たし状って何？ディア須藤様、突然のお手紙驚いたでしょう。実は今日の放課後柔道部道場まで来てもらえない？
きっと来てね、やわら。果たし状ってラブレターのこと？ちょっと迫力足りないかな。もうやわらちゃんたらラブレターなんかくれちゃって、うれぴくてもう踊っちゃう。やわらちゃん。やるじゃん。なにこれ。あなたに先輩たちが柔道の本当の怖さを教えてくれます。はじめ。よっしゃ。まあいいけどさ、俺がこの芋兄ちゃんたちに勝ったら、やるじゃん、俺とデートしてくれる？いいわよ。いや、そんな責任重大すぎますよ。そんなの僕ダメです。ダメです。おります。ダメです。ちょっと何言ってんのよ。あなたは強くなったの。ここで1週間の特訓の成果を見せるのよ。ね。いや、そんなこと言ったってまだ僕、試合に一回も勝ったことがないよ。ブツブツ言ってんだ、ほら。ちくしょう。やるじゃん。あ？これもやわらさんがコーチしてくれたおかげです。何だってんだ。勝手に青春ドラマなんかしやがって。女だ。何がやわらだ、所詮女じゃないか。男が本気を出せばな。男ってそれがどうだっていうの。何？いった。でもいい気持ち。俺柔道部に入る。やらちゃんのコーチを受けるんだ。そうだよ、やわらさんに鍛えてもらえば俺たちだって予選の1回戦ぐらいは勝てるかも。何せこういうこと言ってんだよ。優勝だよ、優勝狙うんだよ。やらちゃん、俺たちのお願い。おじいちゃん。やわら、お前は近々大きな大会に出場しなければならん。大会？お前はその大会に優勝し、西海大学の柔道部に入り、オリンピックに出て金メダルを取り、国民栄誉賞じゃ。冗談じゃないわ。そんな試合に出るくらいなら、私柔道部のコーチやります。バザー！いいか？こんなふぬけどもと関わっていちゃ、お前の技も錆びつく。やるさん、僕やります。やります。絶対に許さん。マイカルグループの協力で各模性大に女子柔道選手権大会開催の発表ができますこと、大会委員の一人として大変嬉しく思います。雄天寺監督、あの、噂では本阿弥沙耶香もこの大会に出場するそうですが。出ます。彼女の本大会にかける意気込みは大変なもので、もうすでに本阿弥家の別荘において合宿に入ったそうです。いよいよ本阿弥沙耶香の柔道界制覇ですね。で、猪熊八段、八原さんの調子は。九段じゃ。わしの稽古は毎日が特別じゃ。八原は先日元全日本チャンピオンを7秒で腕ひしぎ十字固めに仕留めおった。ニコヤラのコメントだ。行くぞ。おい、行くぞ。待てろ。スタジオマーファイ。消えた。
見てごらん。あのファッショナブルなお嬢様が誰のためにこんなことしてると思う？君と戦うためだ。君はこれを見て何とも思わないのか？あの人のコーチ。さやかさんのコーチの手前、敵情視察に行ったんだが、久しぶりだな、あんな気持ちのいい一本背負い食らったの。水のごとく柔らかく、風のごとく速く、光のごとく鋭い。君は柔道という格闘技をすでに芸術の域にまで高めている。そんな。もう一度僕の目の前で見せてくれないかな、君の一本背負いを。あなたが一番美しく光り輝いているのは、おそらく戦っている時じゃないかな。風間つりさん、これ以上の仕事には耐えられません。退部させてもらいます。もう退部させてください。やめさせてください。ほっておけ。熊やわらの稽古についてこれようなやつはうちの柔道部にはいらん。そうですよ、地区大会は目の前です。さあ気にせずもっとしごいてください。私もおじいちゃんと毎朝これくらいは。猪熊やわらさん、私は今まで欲しいものはすべて手に入れてまいりました。お分かり？風祭りさんは私のものですの。ですからもう試合に出る出ないで人の気持ちを引こうなんて真似はおやめなさい。あなたが試合に出ようが出まいが、私の柔道日本一は決まったようなもの。徳永、帰ります。さやかさん、私今度の試合に出ます。柔道をやっている時の私が本当に一番輝いているかどうか確かめるために。それじゃあ次の日曜日。次の日曜日って言ったら俺たちの大会と同じ日だぜ。おいおい、ダブルマッチかよ。え、風間先輩、ミスシアマーファイト、ファイト、ファイト。猪熊やわら、俺は嬉しい。こいつらのこんな張りのある声を聞いたのは初めてだ。それも君が自信をつけさせてくれたからだ。そんなこと。リムジン到着。やらちゃん飲んだ、駅まで送るぜ。須藤君、
今日はあなたが頼り、頑張ってね。任しといてよ、絶対優勝するからさ。はい、どうもありがとう。でも須藤君、見直しちゃった。何を？だってこんなに真面目に柔道やるなんて思わなかった。それはもうやらちゃんがコーチだからねえ、約束して。もう絶対喧嘩に柔道を使わないって。あ、当たり前でしょ、やらちゃんが教えてくれた柔道を喧嘩なんかに使いますかってそれよりやらちゃん、しっかりな。うん、それじゃ。やわらちゃんいいな。今キャプテンと河野が近くの病院に連れて行ったんです。須藤君が出られなかったら団体戦はどうなるの？何やってんだよ、出番だ出番。やわらさん、僕たち一体どうしたらいいんでしょうか。もしもし、もしもし、やわらさん、やわらさん、やわらちゃん、やわらちゃん、寝てろこのうすらとんかち。うるせえな。あ、キャプテン、俺は試合に出るぜ。ああ貴様、なんだってこんな大事な時に喧嘩なんかしたんだ。やらちゃん、俺約束守ったよ。約束？やらちゃんと約束したんだよ、喧嘩に絶対使わねえって。柔道試合に。バカ、こんな傷で出れるわけないだろう。よし、試合には俺が出る。え？花園くんが試合に出る？今キャプテンが。キャプテン！痒くてたまらんかったからちょうどよかった。いいか、井の熊、君は日本一になることに専念しろ。俺たちも必ず勝つこんな足なんか。一体どこに電話してるんだ。骨折してる花園くんが試合に出るっていうの。私飛んで行ってアドバイスしてあげたい。バカなこと言うな。だって
みんな毎日毎日死ぬほど練習したんですよ。次は君の出番だ。準決勝だぞ。私とても集中できない。さあ、これに向かってアドバイスを言え。僕が伝令役を引き受けるから、君は試合に専念しろ。いいな？松田さん。マジでやめましょうよ。マジじゃとてもダメでしょ。バカ野郎。いいか、須藤のやつは猪熊との約束を守ったんだ。俺たちも猪熊コーチに報いねばならん。そうだろう。ここにいたのか。君たち武蔵山高校柔道部だな。みんな元気出して。山田さんの声だ。猪熊力なら絶対勝てるわ。彼女は自分のことより君たちの試合の方を心配してるんだ。しっかり思い出して。攻撃は最大の防御なりよ。ただいまより決勝戦を行います。決勝戦に柔らくんが勝てば理事長、推薦入学の件問題ございませんね。問題などあるもんか。猪熊先生、お孫さんをぜひとも我が大学へ。柔らのやつあんな柔道しよって、西海大学で一から鍛え直しじゃ。はい。始め。負けちゃおうかな。そうすればみんなのところに早く行けるし。柔道をやってる時の君が一番輝いてるんだ。はっ。ボーン。それまで。右足を痛めてること、絶対に感づかれちゃダメ。弱みを見せたら最後。寝技に持ち込まれちゃったよ。2で今対象同士の決戦。花園くん、右手で相手の腕を抱え込んで左手で襟を締めるのよ。猪熊、猪熊、うっ、そう、それでいい。
締めだ。絶対に話しちゃダメよ。もう少しで決まりだからね。一本そのでやったよ。謎の君キャプテン、大丈夫ですか。3対2で武蔵山高校の勝ち。俺たち初めて1回戦に勝ったぞ。やったやったね、みんなすごいわ、すごい。みんな、君が教えてくれたんだ。うん、教えてくれたのはみんなの方よ。一生懸命やるっていいね。ついに来ちゃった、花の女子大。森の奥深くでワードウォッチングをしませんか。次は新さんやりませんか。茶道部です。お茶を一品いかがですか。お茶は山とねです。おじいちゃん、もしかと思って来てみたら、やっぱりこんなニーハー女子大に入学をしていたのか。よしさん、すぐ西海大学に行くんじゃ。いくらおじいちゃんでも私を縛る権利はないわ。私の人生は自分で決め、自分で歩みます。おい、なんじゃこれは。一撃単身のチームか。また大きいからきっといいショットが打てるわよ。ごめんなさい、背丈のことだけは言わないでください。ごめんなさい、ここに名前書いてください。よ、絶対面白いわよ。そう入るでしょ。いや、私はちょっと待って、せっかく女子大入ったんだもの。サークルにでも入んないと楽しいこと何にもないわよ、女子大生活なんて。そうよ、はい、ここ私伊藤藤子よろしく。あ、ね、ちょっと待って、入ります。はい、ありがとう。私猪熊やわら、よろしく。猪熊？私どこかであなたに会ったことあるわ。すごい、藤子さんってボリショイバレエ団に留学してたんだ。世界一のバレリーナ目指して、明けてもくれてもバレエバレエ、3歳の時からずっと。どうして辞めたの？いないのよ、1メートル80のプリマなんて。ダメなの、背が高くなりすぎたらバレリーナは。私たちなんだか浮いてない？あ、ダメ、わかんないステップ。さあ、踊ろうか。はい。タイムだよ。俺さ、今日車で来てるんだよ。だからここ出たらみんなをうまく巻いてさ、第三経費を飛ばして。何するんですか。ちょっと待ってくれよ。やめてください。ごめんなさい。
おじいちゃん、何熱心にテレビ見てんの？わしの睨んだ通りじゃ、いい面構えになりおった。やわら、こっち来てみろ。今手が離せないのよ。今回のこちらでの特訓の目的は何ですか？もちろん、猪熊やわらを倒すためですわ。おい、やわら、面白いから、とにかくこっち来てみろ。何よ、新しいアイドルでも出てきたの？彼女の勝負に対する感は天才的です。風祭さんだ。今日は私たち二人だけの重大秘密を発表いたしますわ。私たち婚約いたしましたの。風祭さんが婚約。おい、やばら！もうすぐ全日本選手権だっていうのに、そんなところで何ぼんやりしてんだ。全日本には出ません。どうして？私今考えてるの、柔道って何かって。喧嘩ばっかりしてるけど、おじいちゃんと柔道やってる時だってとても楽しいもん。柔道は好きよ。でも勝つためだったり金メダルを取るためだけの柔道はしたくないんです。それでやめます、柔道。そう、そう決めたんだな。決めました。じゃあなぜそんな浮かない顔してる？わからない、自分でもわかんない。バルセロナオリンピックでは何が何でも勝たねばならない。勝って勝って日本柔道の神髄を世界へ示さなければならないんだ。ポイント柔道に勝つにはやはり一本取れる柔道だ。技に磨きをかけ、男女とも全階級金メダルを目指し、みんな頑張ろう。まだもうちょっとついて動かして。やわらのこと、いつもすみません。私ももうすぐこちらの仕事を終え、近々帰郷できると思います。この間スペインのバルセロナであの人を見たという人に。なんだ、帰ってたのか。疲れたじゃろう。夕食はたまにはてんやものもいいな。どうした？お母さんからのハガキ読んだのか？そうか。教えて、なぜお父さんが家を出たのか、何があったのか教えて、本当のこと。
わしは知らん。家中がバラバラなのは私が柔道をやっていることと何か関係があるんじゃないの。あいつはこのうちも柔道もお前さえも捨てたんだ。あいつって私のお父さんよ。そんなことよりお前は柔道だけ考えろ。おじいちゃん、1週間も学校をサボって何をやってたんだ。藤子さん、青春って一体何なのかな。青春か、私にも分かんない。私ね、柔道をやめようと思ってるの。どうして。私どうしても青春できないの。柔道が強いことがわかるでしょう。すると途端に自分だけが特殊な人間に見られちゃって。青春って私にはわかんないんだけど、自分って一体何かしらなんて、未知の世界や真っ白な未来が少しずつ正体を表してくる、そんな驚きや不安が青春ってことじゃないかしら。それにはね、自分の好きなことを一生懸命ぶつけないと青春も打ち返してくれないのよ。でも私、自分から好きで柔道をやったことは一度もないの。気がついたら柔道を。あなたは自分で気がつかないだけよ。柔道やってる時あなたは一番輝いてたわ。好きなのよ柔道が。柔道やめちゃダメ。抜け殻のような青春を追いかけたってきっと後悔するわ。藤子さん、柔ら選手、白村井久美子選手。どうやさん、頑張って。木の子強いだ。勝った。勝ったんですか。勝ったんです。はい。勝ったんです。ごめん。はい。
座り込み。さやかさん、体をずらして上に逃げるのよ。長い間退屈しのぎをさせていただいた、そのお礼を申し上げますわ。柔道の本当の女王が誰か、もうすぐ決まりますわね。さやかさん、私ようやく分かり始めました。少しだけ。勝ち負けじゃなくて、柔道を通して私自身が熱くなれるものを求めてるんだってこと。試合時間がもうない。どうした？大丈夫か？骨折してる。試合続行不可能。さやかさん、僕が必ず君を世界一にする。
するぞ。イエス。いつもこいつもしょうがないやつだ。あんなやつらに勝ってもバルセロナでは勝てん。私には関係ないわ、金メダルもバルセロナも。黙れ。世界にはお前の想像もつかん強豪が入って捨てるほどおる。幸いバルセロナでヨーロッパオープンが行われるが、全日本を制したこの機にお前のその目と技で世界の強豪を確かめてこい。やわらの道は一日にしてならずじゃ。どうして私がバルセロナまで行って柔道やなきゃなんないの。私絶対行かないんだから。柔道着持っていかなきゃいいんだ。風が吠り泣いてる。どうしたの笑顔は。少し吠り悲しい。どうしたの今夜は。柔らへ、この品はラッシュワンへの土産じゃ。必ず届けるように。次五郎。もうおじいちゃんたら。ラッシュワンさん。柔らさん、君を待ってたよ。オールジャパン柔道チャンピオンシップ見ました。Very wonderful ね。ありがとうございます。あなたの技 very sharp。お父さんにそっくりですね。どうして父のことを？私に日本柔道の心を teach したのはあなたのお父さんです。ジクロ先生は。いつも熱心ですね。おじいちゃんがまた何か。今度のヨーロッパオープン、あなたのエントリー大丈夫です。え？
一緒に頑張ろう。まったく、おじいちゃんたら。Miss Yawara, you have a message. Thank you. さん、どうしてここに？君に会いに来たんだ。はい。お会いに行く様。ヨーロッパオープンの取材なら私出ませんから。今頃シャジャ僕のこと探してるだろう。マスコミも、そして国民も、日本のスポーツ界に新しいスーパースターの登場を待ち望んでいる。君こそその人なんだ。僕には手の届かない人かもしれない。けど、今ではそのスーパースターを独占したい気持ちでいっぱいなんだ。
松田さん。何？会いに来てくれてどうもありがとう。いや私もう迷わない。見ていてね。本当？やっぱり僕の目に狂いはなかった。